だヤギやったらあかんな。ヤギ止まりはちょっと。でもあのさ、上の方とかなんであんな綺麗に緑がなって、ゴルフ場みたいになってますよ。すごいね。あのレブルをもうほんまに超ゴージャスにした。あ、シートがすごくありましたっけ。シートめっちゃかっこいい。まだタンクの色もいいっすよね。渋いっすね。意外と作れないね。使えないこのシート。アメリカンのようやけど、こうアメリカンじゃないような、なんかね、え？ベルトドライブ。あ、ベルトドライブや。あーすごい。しかもね、どこどこ。うおーすげえ、ハーレーの。しかもね、そんなに太くないんだわ。太いですよね。細い。え、これってこう乗ったらこうチェーンのやつとどういう違いがあるんですか。なんかこう感触ちゃうんですか。もう昔チェーンだったけどさ、うん、多分発進の時ちょびっと滑らかなような気がする。おお。これはもう買ってどのぐらいなんですか、ボルトは。1年経ちます、ね、1年経った、うん、はは新車で買いました。ボルトのいいところ教えてください。やっぱり爆発音でしょうかね。爆発音、うん、はあ、ボコボコこれはあのエンジンはどういうエンジンなんですか、うん、V ツインの V ツイン、うん、941cc。 じゃあせっかくなんで、じゃあその音聞かせていただいていいですか。先ほどもねちょっと紹介したとベルトチェーンじゃなくてベルトだというところとかですね、このクラシカルの中にも最新の技術が。おお、すごい、のぶといですね。ああ、おお、迫力めっちゃあります。ああ、これは確かに。あとこのシートもすごいね、特徴的で乗りやすそう。これあの僕のあのジャグリングショップのマークで MDF っていうんですけど、これ、ありがとうございます。行きましょう。出ます。いい出会いがありましたね。いや、あんだけまざまざとボルト見たん初めてでしたわ。渋いですね。そう、やっぱハーレーとか買おうかなとか迷ってる人を取り込もうとしてる感じがありますね。あのエンジンの形とかもなんか独特の。はいはい、ちょっと似てますよね。いや、天気も良くて、ちょっと日も出てきてね、良かったんじゃないですか。ステッカーを渡して、チャックを閉め忘れたから。
ちゃ気持ちいい。あーめっちゃ綺麗。300にしといてよかったっすね、バイク。何があるんですか、道の駅。かわいい。はい、今ですね、ここにいます、石狩のこのアイロードっていうところなんですけど、鮭の遡上が見られるぐらいね、自然のあるところなんですよ。お鮭がね、日本海ですよ、今や、ね、今私たちはこの道の駅アネックス、この辺にいますね。熱田海浜プールにいます。プールなんやね。っていうか、この声がめっちゃ大きくなって聞こえ、全然違います。ダメ、まだまだコーリングな一回コーリングなんで、一回だけやったら あ、来た。あ、はい、これめっちゃ聞こえる。あ、そうか、発泡スチロールに阻まれてたよね。あんだけ熱い発泡は聞こえないやつはですね。発泡、皆さん今もうあのツーリングも終盤で帰ろうか言った時にですね、ようやくあのペアリングがうまいこと、ペアリングじゃないな、スピーカー、要はこう発泡スチロールがこんな熱い後ろにこれスピーカー出てた、それをこのカバーを外してここにつけたんですよ。でこうやったら直耳じゃないですか、めっちゃ聞こえる。あ、すごい、全然聞こえます。綺麗に聞こえます、クリアに。はいはい、クリアに聞こえます。これはすごい最初から綺麗に入ってるんですよ。うん、ご自分ですか。な、自分で作った88ぐらいにバーアップしてるんですか。そうです。あ、竹が、バイク屋さん、これを今日本に今売り出した最中です。へえ、パッションの地はホタル、ホタルなんです。そうです、今ゼニバコですね。あれゼニバコですか。あれめっちゃ綺麗。今年からですね。一見こう自転車に見えるっていうのがポイントですね。すごい。センスが光る。ホンダ株。はい。ごめん。この辺めっちゃおしゃれ。試作車1号車ってこれ2号車です。へー、おしゃれっすね。色は全部もう指定の色で、あのホンダのなんとかにしてほしいとか、あ、でもいいです。これは、マツダ のホワイト。これホームページとかあるんですか。ベロ株ね、ベロ株で調べたら三重でフレーム作ってるので、はい、紹介します、はい、で、私も北海道と、まあ、全国で販売してます。おー、全国で販売してる。発散チャンネルってなってまして、はい、それの、あのステッカーです。買っていいですか。あー、はい、そう。いやー、めちゃくちゃ声聞こえますね。何やったんやろうなって感じですね。おお、後方排気いいっすね。あー、 TZR ナイスです。最高です、最高です。 TZR
おじさんホイホイがもうおじさんホイホイ釣れます。ああいうの見るとね、なんで俺今日 NSR じゃないんやろって思っちゃうんですよ。 NSR できたかったなって思うんですよね。すいません、どーん。え、ちょっと上げてみよう。あ、いや、すっごい聞こえる。やば、これ音拾ってるかもよ、ちゃんと声も。このぐらい大きい。はい、もう聞こえてます。もっと早くからやりたかったわ。あー、いや、大丈夫ですか。いや、めちゃくちゃ聞こえてますよ、これ。あ、これをね、これを届けたかったと。いや、これさ、だからその一番いいのは、この声 GoPro で拾ってたら一番いいんやけどね。だからほんまはマイク、あの、なんていうか、口の中にマイクがあれば絶対声拾うんやろうね、これね。あー、来た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 。いいの撮れましたね。いや、俺もうさ、なんか結構ペアリングに関してさ、まあまあいいよ、また今度でとかさ、まあまあいろいろ言うてたけど、こんな楽しいねんね。いや、もっと人数おったらね。ああ、こういうことか。みんなずるいわ、知らんかった。はい、どこでも